サボア、サボイアはフランス海軍のちょうど急戦艦。元はギリシャ海軍の1914年海軍整備計画に基づきプロバンス級戦艦の巡動警艦として設計、寄港された艦をフランス海軍が取得して建造続行した艦であるが第一次世界大戦の勃発により建造中よされた。本艦はギリシャ海軍が 宿敵オスマン帝国海軍がイギリスに13.5インチ砲を持つちょうど旧戦艦レシャディエを発注したのに対抗して戦艦建造に実績のあるフランスに発注したギリシャ海軍創世期にフランスには解剖戦艦イドラ級を発注した経緯があり久しぶりにフランスに発注することとなった艦名はバシュレフス・コンスタンチノスと命名され 1914年に、ペノエ社ンナゼール造船所に発注された。しかし、折しも第一次世界大戦の勃発により、資金繰りに急防したギリシャ政府から建造がキャンセル、されたが、フランス海軍の戦力増強のために、プロバンス級の一石として取得し、サゴアと改名され建造を続行された。しかし、戦時計画の見直しにより資材は、 フランス陸軍に優先することとなり、完成していない本艦は1916年に建造中予され、解体処分された。本艦の船体は朝鮮首労型船体を採用した。前土旧船艦時代のフランス船艦伝統のグランドテルと形容される、環状構造物はなりを潜め、装甲司令塔と煙突と短脚式の前後マストと、主砲塔以外に、 環状構造物はない、簡潔でいて重厚な、鉄の城と呼べる外観に設計されていた。垂直に切り立った艦首から、モデル 1912-34cm 砲を、くさび型の連装式手法等に収め、1番2番 34cm 手法等を、背負い式に2機、その後ろに、甲板1段分上がって天外部に3連式の、即居技を乗せた。 司令塔の背後に3段の操打環境の背後に、短脚式の全部マストが1機、マストの後方に2本煙突が立ち、間に3番34センチメートル主砲塔が、前向きに1機を配置していた。2番煙突の後方が関西艇置き場となっており、2番煙突を、基部とするクレーンが、片毛に1機ずつ、計2機により運用される。 その後部の看板上に短脚式の後部マストが1機、立ち、後部看板上に4番5番 34cm 四方塔が、後ろ向きに背負い式配置で2機が配置された。看尾側の看板上には2畳の機雷投下用のレールが設置され、艦内に機雷30発を格納できる設計であった。写真は、プロバンスの3 4トル連装砲塔に基本艦の、 手法には、新設計の、モデル 1912-34cm 砲を採用した。その性能は、重量 555kg の砲弾を最大行角12度で 14,500m まで届かせることができる。この砲を全球と同じく連装砲塔に収めた。不行能力は、行角12度、深く5度である。 旋回角度は1番2番4番5番手砲塔は、船体守備船方向を0度として、左右150度の広い旋回角度を持つが、日本煙突に、挟まれた3番手砲塔のみ前方に30度の射撃停止角度があった。手砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、 毎分2発である。副砲は、モデル1 9 1ン1 3 9トル速射砲を採用した。その性能は、重量3 9 5ラムの砲弾を、最大行角25度で1 6 1 0 0ルまで届かせることができる。この砲を単装砲がで2 2機を装備した。単装砲がの不行能力は、行角25度、深く7度である。 旋回角度は、旋回減速方向を零度として、左右八十度の旋回角度を持ち、方針の不良、砲塔の旋回、砲弾の四弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分後から六発である。副砲の配置は、上肝胆減速部にケースメイト配置で片減で、監視部に前向きで二機環境側面部に二機、旋回中央部に三機、 3番手砲塔の後部に、後ろ向きで、片弦2機プラス5番手砲塔の後部に2機で、片弦11機の計22機を装備した。この配置により、監視方向に最大4門、完備方向に最大4門、減速方向に最大11門を試行することができた反面、被弾時に、無事な他の砲を一緒に損傷させる恐れがある他に、爆風による影響等の問題もあった。 その他に原型にない装備として、上部甲板上に 7.6cm 速射砲を、片減3機ずつ、計6機、対水雷艇用に落ちキス車の 4.7cm 機砲を、単装砲がで4機、対艦攻撃用に 45cm 魚雷を、発射できる、水中魚雷発射艦を単装で4機を装備した。45cm 魚雷の射程は、 射程5500メートルで24本搭載した。他に、航路閉鎖用に、機雷30発を搭載、投下できた。防御方式は、全体防御方式を採用しており、監守ビブまでの原則全体にまで装甲が張られた。推薦中央部の1番から5番手砲塔の間が270ミ、mm、リメートル、監守ビブでは180ミリメートルであった。 水線下の水密隔壁に8トル層甲板が貼られた。また、水線上部の中央原則部にも1 8 0ト、mm、ルの装甲が貼られており、副砲方形スメート部は重防御であった。主砲前立ては400から2 5 0ト、mm、ルバーベット部が2 7 0ト、mm、ルである。甲板部の水平防御は、日露戦争時の戦訓を取り入れて3層すべての 乾板に走行が施され、選手楼乾板 30mm、第一乾板 40mm、守40、mm、防御乾板は、傾斜部が 70mm で平坦部は 45mm で、ある。艦艇部は、原則バルジから伸ばされた二重艇であり、この時代の水雷防御として、同時期トップクラスの防御を持っていた。ありがとうございます。